長子を入り口長子を洋館及び、主屋長子をは、大分県ウェッ市青山町にある1929年に完成した住宅建築。2001年8月28日に登録有形文化財に登録され、2007年には大分報道新聞による大分遺産に選定されている。当時の大分県を代表する財界人であった、 高橋金也の辞定で迎賓館としても用いられた。高橋金也は1928年に浜脇高等温泉を開き、1929年には大分農工銀行の頭取に就任。別府商工会議所の初代会頭を務めるなど、別府市の観光と経済の発展に尽くした人物である。建設当時の土地は大阪の合唱。 山本塔介が1918年に別府土地信託株式会社を設立して別府松原海岸を埋め立てた約3万坪の埋め立て地の一角で1928年に埋め立てが終わった翌年に高橋が購入したものである。この住宅は別府市浜脇に建てられていたもので1989年に現在地に移築された。 登録有形文化財に登録された2001年に、調子を書く高橋記念館として、一般公開が始められ、昭和初期の別府の文物を展示するとともに、企画展も行われていた。また、2013年1月からは、由布院美術館の閉館に伴い、その収蔵物であった佐藤慶の作品を展示する佐藤慶美術館として、一般公開されている。 調子を書くの母屋は台湾ヒノキ等の高級材を用いた木造2階建て入り母屋づりの近代和風建築で他にアールデコ町の応接間のある洋館を持ち小川道のステンドグラスなども用いられた和洋折衷建築である大正時代から昭和にかけて日本全国に知られる温泉観光地として発展した別府には数多くの近代的な公共建築や 住宅建築などが建てられた。しかし、別府は第二次世界大戦の戦果を免れたにもかかわらず、戦後の観光開発などによって、これらの建築はほとんど現存していない。このうち一般公開を行っている住宅は、調子を書くのみであり、昭和初期の別府の繁栄ぶりを今日に伝える数少ない近代解散となっている。ありがとうございます。